皆さんこんにちは。新日本フィルハーモニー交響楽団セカンドバイオリンフォアシュピーダーの佐々木恵理子です。10月26日の新日本フィル室内楽シリーズのプロデュースをすることになりました。このシリーズをプロデュースするのはもう3回目になるんですけども、1回目は夜、2回目はファムファタル運命の女たちをテーマに、その時の私にしかできないことをできるだけ多く盛り込んだ欲張りでわがままなプログラムをお楽しみいただきました。3回目となる今回は再びファムファタルをテーマにしました。前回取り上げたファムファタルたちはクレオパトラ以外みんな想像上の人物でしたが、今回は実在した人たちに目と耳を向けてみます。人はね、他人の秘密を知りたがるでしょう。でも全部を知ることを求めているわけではなくて、ほんのちょびっと知って、そこから妄想して想像を膨らませて噂をして、それで全部知ったつもりになっちゃって、秘密の共有をしてるような気持ちになっちゃうところがあるような気がするんですね。で、そういうのって人として集団心理としてとっても自然なことだと思うので、全然否定するとか嫌だなって思うことなくて、多分自分もそうしちゃっていることなんですけども、今回は作られた秘密じゃなくて、当事者同士だけが知ってる秘密とか本当の気持ちを探ってみたくなりました。運命に導かれたそれぞれのカップルは、彼らにしかわからない理由で絆を深めていきました。今回選んだ作品は全て確かに何やらちょっと勘ぐりたくなるようなものばっかりなんですけども、出会った相手が書いた音楽だとか詩を使っていたり、相手のことを音楽で表現しようとしていることから、そこには恋愛感情だけじゃなくってお互いの才能を認め合っていたこととか尊敬し合ってたことが感じられるかなと思います。ファムファタル的側面とミューズ的側面を合わせ持っていたクララ・シューマン、アルマ・マーラー、メルボニー、そしてファムファタルに出会ってしまったヤナージク、ワーグナーの作品を通して、彼らの本心に少しでも近づけたら素敵なことだと思います。それでは皆さん、お待ちしてます。